どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、今日はやっていきましょうということで、科学大学受験ということで、放射性同位体の半減期ということになります。よろしいでしょうか。はい、放射性同位体の半減期ということになるんですが、前回ね、放射性同位体ってのはどういうものでしたかということになるんですけども、ちょっと数が違いますよということになるんです。放射線を出しますよっていうのが放射性同位体ですよということになるんですね。はい。なので、この 14C6 ということになるわけなんですけれども、この要するに炭素が、窒素へと変化されていきますということですね。14N7 というふうな感じになる。いうことになるんですが、この炭素のこの状況からこう窒素に置き換わりますよと。で、窒素の状態から炭素に置き換わりますよということになるんですが、こういう要するに影響っていうのがどんどん出てきますよと。いうことになるんですけど、これ大気中では全く同じ状態になってますよと。いうことになるわけなんですね。大気中では炭素から窒素になります、窒素から炭素になりますっていうのが全く同じ数、増えたり減ったりしますよということになるんです。ところが、大気中じゃなくなりました。つまり太陽光線とかなんやかんやがあって、太陽光線なんですけど、太陽光線が要するにバーって当たって C から N に N から C にって変わることじゃなくて、バーって要するに当たってどうにかなるっていうんじゃない状況だったらどうなるかということになるんですけど、この枯れた木の状態ということになるわけですね。はい。で、枯れた木の状態ということで 146C ということになるわけなんですけど、この 146C でやった場合に関してはどういうふうになるかということになるんですけど、5730年ごとに半分になっていきます。いいですか。5730年ごとにこう半分、半分、半分、半分ということになります。これちょっとややこしいですね。5730年ってピンとくる人いないですね。はい、ということになるんで、5730年ごとに半分になりますってピンと来ないんで、まあ平たく言うとどういうことかっていうことになるんですけど、まあだいたい70回ぐらい転生したら、ちょうどこの要するに 146C がですね、半分になりますよということですね。みんなピンときました。70回転生してみたら、あの 146C が半減期になってみたっていうね。はい、全然イメージ湧かないですね。はい、全然イメージが湧かないということなんですけど、まあ、それぐらい長い年月をかけることによって、まあ半減期といって 146C がなくなっていって 147N に変わっていきますよということになっていくわけですね。はい、5730年かかってようやく半分っていうね、はい、とてつもなく恐ろしく長い話だということになるわけです。よろしいでしょう。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。